時刻は0時となりました「リオチの見たいとりラジオ」今夜も始まりましたこの番組のお相手は私リオチと山内です、はい、ということで24回目となりました24ですおお 別にあれじゃないですか。え？何もなくないですか。<laughs> ないですけど。ね。はい。トレンティフォー二十四回目ですって早いですね。早いですね。いすねはい。でも今日はなんかもう収録今日水曜日なんですけど、うん、大雨でございますね。今ね夕方くらいから、はい、結構な雨がッでぺっちゃんこになっちゃいました頭が。 頭髪の毛髪の毛髪の毛が言われないとわからないっすよ本当ですかよかったもうなんかやだやだ髪うねうねするんですよ濡れるとああぬるってませんうねてない全然まっすぐじゃないですかよかったサラサラ部屋ですねサラサラではないですよよく見たらてか私お手舗広くないですかやだやだ剥げるんじゃないかな はいということでこんなハゲた私 <laughs> リオチがお届けするみたいです <laughs> 大丈夫です僕もハゲてるのね <laughs> ハゲハゲコンビですねはいあのそうだねあの、うん、あれです職務をしてくれるとこ探してます <laughs> <laughs> 嘘ですよ嘘ですよ <laughs> はいということでじゃあえっと今日のテーマはですねはい 最近見た夢を教えてということでなんかあのごめんなさい先週なんか私あれなんだよなクリスマスの予定教えてとか言っときながら忘れて違うタイトルを今日発信しちゃってメール来ちゃったんで今更変えることもできずということでえっとクリスマスの予定は来週にしましょうかなということ皆さんすいません和便といこということで。 かかありますか最近見た夢ありますよそれは当然僕ね仕事のあれが多いんだよなやっぱり仕事仕事の夢ではいあのいろんな人が出てくるんですけど、はい、パーソナリティだったりスタッフもちろんねあ,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 あの僕が怒っている 夢を最近見たかな、覚えてるのはそれかな。怒っている。うん、何してる。つってああ。<laughs> こらっつって。なんですかね。しかもね、ねでも本当はこの A さんに怒りたいのに。A さんは怒りにくいから、B さんに怒ってるみたいな。八 <laughs> つ当たりじゃない。八つ当たり、なんか <laughs> 被害がすごい。そうそう、そんな夢でしたね。不思議ですね、夢が。でもなんかちょっとリアルじゃん。 リアルですね。ねまあ最近なんだけいいですけどね。しかもこの本当に A さんははいはい怒りにくいタイプなんですよ。はいはい、あリアルでも,でも怒っちゃうとへこんじゃうとかですか？なんだろうな怒りにくいタイプっているよね。いますあ。ここに置ける？リオチも怒られにくいタイプじゃないですか？私はまあまあそんなに言われない、ね。言われないでしょう。はい。りリオチみたいな人ですよ。だから怒られにくいのは。 じゃあ私だったっていうそうかもねだからリュウチが今まで例えばリュウチの隣の人が怒られてるとするさはいはいはいそしたら大体それ私に言ってるかもしれない怖いな怖いな怖いよかもしれないですからかもはいあっさっちいきましたこんばんはさっちこんばんはあうさっちも番組やるということではい

皆さんお楽しみにしててください、はい、楽しみに私もしてますよ、うん、どんな番組にするんですかねねさっちコーナーとか作るんじゃないかなえミキサーは山内さんがやるんですかやっぱり僕だからどうなんですかね僕はほらしゃべれってリオチーは言うから僕がミキサーやってるんですけどはいさっちは一人,人でやる感じなんでしたら<え> <laughs> 誰でもキャンチーでもいいかなと思ってるんですけど、ね、ああなるほどですねはい,、はい、はい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  いやでも楽しみですね楽しみでしかないねいこうやって輪が広がっていくとそう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 いいわーお <laughs> っさんか,かよみたいなしかもちょっとダジャレですか <laughs> ええー、なんでですか輪が広がっていくといいわあ、お、私すごいすごい私すごい何も考えてなかったです。<laughs> すごいね。天然で親父ギャグ <laughs> はい <laughs> ということで、はい、この番組では皆さんのメールを募集してます、はい、メールアドレスはりおち。ッ at mark gmail.com まで送ってください、うん、また毎週水曜日の18時ごろ今ですね、はい、えっと番組の収録をツイキャスト you YouTube と YouTube と <laughs>、うん、何もない YouTube で生配信してますよツイキャストは FM 議論1カンド y o u t u b e はりおちうちな大好きこれ検索してくださいね 放送中にリスナーさんのコメントを読んでいきますよ。はい、ツイッターはリオ、ああ、嘘。ツイッターは、たぶんリオッチラジオでつぶやいてくださいね。<laughs> はい、ということで、今日もよろしくお願いします。はい。はい。私の、そうそう、見た夢。そうよ。見るんですよ。いっぱい。でも、やっぱ起きると忘れません。僕はね、見ないんですよ。え、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 ええほぼ見ない。 あんま見ないですか、うん、あれさっき見るって言ってませんでしただから最近見た夢でしょ最近見たのって結構前の話よこれああ、なるほど一ヶ月とかじゃないかなでも夢は見てるらしいですよまあそうだけども覚えてないだけでだからもうほら普段から覚えてないからさ何も夢なんて覚えないよねょ <laughs> っと私もななんか見たんですけどねみんな覚えてますか りュうチさんこれをテーマにしたのにまた思い出してきてないパターンですかはい <laughs> でもなんか怖い夢とかはなんか覚えてたりしますよなんかあのあれしてください殺される夢とか最近だよ最近がね分かんないんですけど <laughs> <laughs> 分かる範囲で最近言えばいいじゃないですか最近うん 最近ではなんだろうねよくわかんない <laughs> 覚えてないんですっていやだからテーマ決めたの誰ですかガチャガチャです私では言いますあそっかそ<う>ガチャガチャが決めるかはもうしょうがないのかそう,そうガチャガチャが決めるかは私は知,知らないですもうガチャガチャのせいですじゃあそんな時はやっぱりメールに頼りましょうかあそうですねうん サッチがええ二人でやるのプレッシャーって言ってますよ。え、そうなの？なんかサッチ一人でやる感じだったけど。まあ、どっちでもいいですよ。<laughs> クワケンさん。こんばんは。今日も神奈川県は満月です。えーえー、あ、そういえば昨日海気月食だったらしいですね。うん。ね、<た>なんか真っ赤っかんなってましたよ。嘘。あ、はい。俺見れてないわけよ。あ、本当ですか。私那覇にいたんですけど。うん。 最近よく飲み歩いいいいてまはですね最近,最近でもないでですよあっ昨日は疲れたからちょっと行こうかなと思ってうちのベースちょっと誘ってちょっと飲み行って昨日一軒目いつも行ってるお店で,、うん、でそこの,あの何んて言えばいいのマスターって言えばいいのお店の,、うん、その人がいるんですけど。はははい、はいい で音楽やってるんだったらそこ行ってみればって言われて、うん、そこはなんかミュージックバーみたいなだからドラムとかアンプが置いてあっていい、ね、そこでも毎週水曜日がなんかセッションでみたい、うん、今日ふ、うん、普段はそういうなんかお客さんとかが勝手にギター弾いたりとかドラム叩いて演奏してるとこがあって、うん、そこ行ってきたんですけどはい、はい、面白かったなるほど。 <laughs> お客さんたまたま隣にいたお客さんも結構私は分かんなかったんですけど沖縄の有名なバンドのギターボーカルの方で、はいはいはい、すごいねはいあのたさんとか直木屋さんのことも知ってましえ<ー>、ツイッターちょっと調べて「あの何々バンド?」って「ですよ」って言われて「私知らなかったからちょっと調べますね」っつって、うん、そああの誰々とつながってるか」って出てくるじゃないですかツイッターであなんか 魂さんと直樹さんも出てきたから、えー、知ってるんですか？したらあもうもう昔からなんかいろいろお世話になっててとか、えー、なんかやっぱつながねそこで輪が広がったみたいな。まあ音楽界もねきっと狭い世界だろうからね。そうですね。うん、結構沖縄は横のつながりで、うん、なんかそのバンドのななんて言えばいいんですか、そのバンドでやっててやっぱそのバンド A, A と B は知ってるみたいな。はい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 。そうそうで。 え例えば、A. のバンドのギターと B. のバンドのドラマ、昔やってました,みたいな。はいはいはい。だから、そんな、狭いらしいです。ですね。<laughs> はい、でも、そういうの、他のも一緒だよとか、ありそうだよ、ね。<laughs> そうそう、そんな、そんなんです。<laughs> 本当 <laughs>、えー。コメント拾っていきますか。はい、安つさんも来ました。こんばんは。あこんばんは。M. J. さん。も来ました。よく夢は見るけど、大体変な夢。 遅刻しそうになる夢とかなぜか街中で前来になっててやばいってなって <laughs> それはやばいでもさ俺そういえばさ前来になった夢前来というかはい。街中ではないんですけどどっかでね半裸ぐらいになった夢ありますね <laughs> それリアル本当なんじゃないですかよってよっても僕は出さないですか出してたから下下が しかも不可抗力で脱いでる感じなんですよもうなんていうの最初からうん着替えをする途中でなんか呼ばれてみたいな。はいはい、<laughs> で行っちゃったみたいな <laughs> <laughs> そうそうそうよくわからない夢でしたね,で,ね、えー、でもなんかそう夢占いとかするなんか変な夢見たら私は夢占い見ますね。えー、追われてる夢とか、うん、泣いてる夢とか。うん したらなんかだいたい夢占い見てあ今私の精神状態こういう状態なんだっていうの把真相心理。はい。意外と当たってたりしますよ。すう,んうん。なんか家族が殺される夢はなんだかんだとか。あ,あ、はい、はいはい。僕の半裸で焦ってる夢は何なんでしょうね。<laughs> 出てこないんじゃないですか。<laughs> <laughs> 特殊ですね。えー、サッチー様来てます。最近見た夢。 何かに追いかけられている夢をよく見る気がする、うん、ね追いかけられている夢は何なんだっけな忘れちゃった <laughs> なんか悪い夢が悪いことっていうわけでもないんですよああそうそう逆にそれがなんか解決されていい方向に進むとかも結構うん、うん、そうありますよねえアンツさん昔旅行行ってトイレが見つからず仕方なくトウモロコシ畑ええー 入って、ショーをした夢を見たんだけど、はい、やり始めた瞬間、あっと、目が覚めたら、ちょっとちびってた、わかる。<laughs> ああ、そんなことあるんですね。あります?。ないですよ。ないですか?な<ん>。僕大人になって、しかも四十代になって、二回ぐらいありますよ。ちびっちゃったことが。割と大きくちびったことがあります。<laughs> おねしょじゃないです。 おですあれ大変だよ夜中起きてさもう夢見るわけよおしっこしてる夢して「うつって濡れてるわけこれをまたいちいち選択してブルーですねもうとってもブルー夜中ですもんね夜中ですよしかも大体酔っ払ってますからああなるほどやっちゃったなそう最悪やんって最悪ですよええまあメールいきますか そうですね。ちょっとアンアンロックしますね。はい。アンロックしました。どういうこと？え？アンロック。あれ？あれ？あ携帯？そうですそうはいということでじゃあ行きましょう。はい。りあつさんこんばんは。埼玉の八蜜一家です。本当いつもありがとうございます。もうはい。超嬉しい。テーマ最近見た夢。何かの夢を見ていますが、気象と同時に流れます。私と一緒ですねやっぱ。はいはいはい。 でも楽しくて幸せな夢ではない気がしますね、うん、覚えている夢として飛べる能力はあるけどスピードがない、うん、飛んでいる高さは腰の位置めっちゃ低いですね、うん、<laughs> 意味のない飛び方をした夢はずっと覚えていますねこの場合夢占いだとどんな占いなんでしょうか見たい夢は宝くじが当選 高額当選してうはうはの夢でもう目が覚めたら夢だったのかと思って残念な気持ちになるからやっぱり見ない方がいいのかなではではね確かに夢だった時の「はあ」っていうねこのテンションの下がりを僕あれあれなんかさすっごい美人とさ<は>い,いい感じになりかけるわけよ <はい S 2> で あっちもちょっと好きだわけ俺のじです、ね、すもうウキウキだわけさ。うんうん。したらパッて目覚めたら、なんかその嬉しさだけが残ってるわけ。<laughs> はいはい、あれなんで俺はこんな嬉しいんだって思って、有名 <laughs> <laughs> だっていうこの絶望感。<laughs> ああ悲しいですね。大変ですよこれは。でもそれマサイ面になるかもと思うってね。生きて <laughs> それのマサイ面っかもないわ。 ねえ、まあ、いいことだとまあ、声明になってほしいですけどね。そうだよね。いいことはちょっと嫌だな。嫌だよね。はい。あと一件届いてます。あ,あ、行きましょう。じゃあ、ちさん、はい、こんにちは。神奈川県横須賀は真っ暗になりました。うん、こっちも最近もう早いですね。はいはい。今日のテーマが最近見た夢ですが、うん、仕事での大事故を起こした夢を見ました。いえいえ。 それ,は怖いそれは仕事でタンクローリーで、うん、液化天然ガス通称 LNG っていうガスを輸送してるんですが、まあ、何それ聞いたことある、えー、それを輸送中にタイヤがパンクして、うん、静電気が発火して発生して引火して爆発するっていう夢を見て <laughs> <ぱ>そこで目が覚めました「うん、クワケンさん」と頂い,いてます。怖い,ね、怖いですわ本当に えでも実際にありえるんですかねそんなパンクして静電気で引火しちゃうみたいなあるんじゃないですかえー、やばだってそれ死にますよねまあねだって映画でよくあるじゃないですかあります、うん、ダイハード的なそうそうそうギ,ギギギってなってドー,ーンってあれ撮影してんのすごいですよねアメリカとかなんか うん、そこをもう通行止めにしちゃうんですよ。そう,そうそうそう。ね、それがもう規模が大きいというか。うん、いや、すごいな。それだけのために何億ドルかけるとか言いますよね。ね。いや。ごめん、行てみたい。事故のさ、夢っていうのは、なんか暗示とかあるのかね、はい。あるんじゃないですか、絶対ありますよ。利用地の夢占いで、ちょっと夢占ってみてよ。 えー、時間かかっちゃいます。放送終わっちゃいます。<laughs> <やね S 1> <laughs> 放送終わっちゃいます。なで言えばいいじゃんえ。えああそういうことか。調べるんじゃなくて。調べたのほら大変だから。え事故る夢？うん、いややっぱそこから底辺から上る上るっていう。<laughs> いいことなんだね。そういいことです。いいことです <laughs> あ。事故が底辺だから。そうそうそう。だからもう自分はもうなしになって。うん いいことい生まれ変わる的なそいいことですね良かったですね小池さん <laughs> でもなんか死ぬっていうことはそういう意味だったっけど生まれ変わるみたいな嘘だったらごめんなさいでもそういう願望があるかもしれないね真相 <laughs> 心理ですから、はい、夢はそう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 そんなねなる調べ夢占いを調べるとあなるほどっていうのは結構ありますねはい、えー、あメール以上ですかあまだまだみんな送ってきてくれてますねお

今日のテーマ最近見た夢を教えて去年年末の好きな人ゆりさんかっこ仮名に告白したんです。おお夢でってことかな、うんうん、年が明けて1月3日ゆりさんから LINE が届き目が覚めて見たら「ごめんなさい」と書かれててお届き目が覚め。LINE <laughs> <laughs> を確認したらゆりさんからは LINE。 来てなくて安心したんですね夢占いで調べたらいい返事が来る予兆と書かれてて<う>喜んでたら翌朝の LINE の着信で起きてみたらあ,、うん、あんつばさん過去中略ごめんなさいと書かれてましたなるほどあ、じゃあ告白したのはリアルでで,で夢でごめんなさいって振られて,て夢を見ちゃったってことです、ね、見ちゃったと で現実でまた振られたとれ大変ですね二 <laughs> 回振られてる <laughs> それはついな夢で振られてて起きてまた振られるっていうまあでも男はやっぱ振られて大きくなってきますから<ー>これ二回分大きくなれるプラスに考えます、ね、そうですそうですはい翌週リスナーさんの彼女できましたメールが続き俺は振られたけどねと荒れてました <laughs> <laughs> 荒れないで荒れないで <laughs> いいんです荒れてからの 上がるあれだから。なるほどですね。しょうがない。まあまああれですね。本当そのなんか青春してますね。そうですね。確かに青春してます。とかいいな。私今もう人間に興味ないですからね。いやば何興んですか魚？魚いいですね。カエルカエル。カエル最近ちょっと病気気味なんでちょっと隔離したんですけど。お口がなんかただれて。ええ。餌も食べないから。ええ。ちょっと。 あのプラケースに今移動してあの毎日水交換してあげてますちょっとは元気になってきてますけど野生に関してそれは捕まるんじゃないですか傀儡種ですからね怒られちゃいますアマガエル話と違いますからね生態系は崩しますけどねダメですやめときますか他にありますか他さっきの 続き桑賢さんといただいてます怖い、ね、確かに何かさっきからスマホで通知が来ててうん、うん、でもさっき友達と電話してたんですけど友達揺れたっゆ、あの池袋に住んでるんですけど友達がうん、うん、震度3だぐらいだったよ って言うけど友達はちょっと頭がおかしいんですかね震 <laughs> <laughs> 度5強って結構、ね、揺れとね震度3音と5強かなり違いますよ、うん、はいはいはい確かにね東京はそんな揺れなかったのかなどうなんだろうでも埼玉の蜂蜜一家さんもさっきツイートで、うん、結構揺れてましたってツイートがあったから、えー、皆さん関東の方大丈夫ですかね あの最近私都市伝説の YouTube ハマっててなんだっけな忘れちゃいましたけどひひひひあのチャンネル、うん、なんだっけなこやこキきチャンネルみたいなそんな感じ <laughs> チャンネルは置いといて見てるんですけど結構、うん、もうすぐなんか大地震が来るんじゃないかみたいなことを沖縄,に沖縄じゃないですね、まあ、南海トラフとか。 なんか誰かがさ沖縄に1週間以内に地震来るから用心しとこうってツイッターで書いてていつですかそれそれは多分3日ぐらい前ああじゃあまだ来るかもしれないですねうんまあこういうのはね <laughs> <laughs> まあでも用心することに越したことはない確かにですねはい確かに確かにそれは領地正しいねそう えー、あんつさんから夢「夢裸の夢夢占い」において「裸の夢」は実際に裸を見せたいという意味ではなく、うん、心の内を知ってほしい<ー>自分を理解してもらいたいと願う心理を表すものが多いということです。なるほど,へなるほど深いいですね深いねすねごいあじゃあ俺ももさんも <laughs> 心の内、俺の心の内、分かってくれって思ってるんだね。そういうことですね。うんなるほど。じゃ、あもっとアピールしていきましょう。俺の場合、多分アピールできないんだよ。<laughs> その、あれだから。ちょっと。あれ?。知られたらまずい。<laughs> 私、ずっと気になっているんですけど。<な>はい。エッチなことだ。エッチなことだ。<laughs> 山内さんのツイッターの写真がすごい気になってるんですけど。<laughs> <laughs> あれはなんなんですかね。<laughs> ア,アフロみたいな格好してますよね、うん、あれはもうあれですよこの、はい、地毛じゃないですよね地毛ですよえ地毛 <laughs> そうそう地毛なわけないじゃないですかびっくりしたあ前はああいう髪型だったのかなって思っちゃいました、ね、あれはもうハロウィーンウィークの時に撮った写真ではいはい、はい、あなるほど。一番やっぱりインパクトあるのがいいじゃないですかツイッターの <laughs> サムネなんていうのは,は,い,はい,、はい。それでです <laughs> インパクト大でした <laughs> よかった 前,前は違いましたもんね。前はさ、なんかちょっと格好をつけてたわけよ。ああ<ー>。なんかちょっと俺らしくないなと思って。なるほど。あれはグッドです。ああ、れがいいでしょグッドがいい。うんうん、いいですね。はい。沖縄大好きさんも結構コメント来てるんですけど、私文章が読めない、ね。最近見た夢、沖縄大好きさん。<laughs> ごちゃごちゃしすぎてて覚えてないですが、<laughs> 仕事をしている夢を見た気がします。あとは居眠り運転している夢も見た。ああ、怖い。危ない。うん。 なんか仕事に追われてる夢はなんかやばいらしいですよね。えそうなの仕事に追われてるのはなんか精神的に追い詰められてるとかそういう時に見ちゃうかもって。あら沖縄大好きさんやっぱりストレス発散しないと。ねやっぱ仕事ねストレスたまるとやっぱねよくないですからね。よくないですから、ね、ストレスが一番体に害を及ぼします、ね。私みたいにハゲちゃうから。 そう。失礼してくださいよ。いやハゲハゲコンビそうです。はあ面白い。はいもうあと40秒です。あ40秒だって何喋る40秒。何喋る？まとめるんです。まとめましょう。消しゴムのまとまるくんみたいな感じで。はいということで来週のねテーマ。 冒頭で言ったんですけどあのねちょっとちゃんとやってくださいよ、はい、これ来週はえっとクリスマスの予定を教えてで。はい、はい、あれクリスマスなんかやるんですっ二 24? まあまあそれは来週僕ちょっと話していいですかああそうじゃないともう話すことがなくなるので、はい、じゃそういうことで来週もよろししくお願いしますバ,バイ <laughs> バイバイじゃなかっただろ指名は。